ラズベリーパイゼロとモーションセンサーを使って実家の見守りシステムを作った時の5回目になります。今日はラズベリーパイゼロから Google シートにアクセスするための各種設定ですね。設定値を読み込むために Google シートにアクセスをするんですけれども、えー、その辺の設定類とか、また、えー、ラズパイモジュールのインストール。 あとはですね、3番にあるんですけども、LINE でメッセージを送りますので、LINENOTIFY というところから自分の LINE にメッセージを送ります。そのための設定ですとか、必要なモジュールのインストール。あとはこの4番にあるんですけれども、AWS IoT Core にパブリッシュしますので、そのとき使う MQTT 関係のモジュール等のインストールを行っていきたいと思います。 こちらが見守りシステムで読み込む設定用の google シートになりますえっ、ー、と左からですねクライアント id これはその端末をユニークに指定するための番号になります複数のまあ見守りシステムを作 動かすときのために、まあ、あのこのクライアント ID で、えー、と自分の端末が何になるかを認識するように、この項目を設けています。えー、そして B 列がですね、これアクションなんですけれども、ここがどんなアクションをするかということで、とりあえずプログラム的には3種類、R レポートの RPT と、えー、アラートの ALT。 えー、そして、除外の EXP、この3種類を、えー、作っています。えー、そして、C 列がパラメーターになりまして、設定値ですね。でこの RPT というのは、ですねこのパラメーターで設定された時刻に、まあ、直近24時間の件数の報告を、えー、すると。 いうことで、まあ複数指定できます。ですので、1時間ごとに報告が欲しければ、えー、これを24行作れば1時間ごとに来ます。だいたいまあ1行または、えー、毎朝とかえ夜、例えばこの例で言うと朝の7時と夜の9時ですねに直近24時間の報告が えー、通知が来るというようよなな指定になりますで D 列はこれあの、プログラムで指定しない、あのま、人間が見て分かるような、ま、コメント業ですので、これは、まあ、好きな文字を書いても大丈夫です。えー、そして2つ目のパラメータ、ALT、アラートですね。えー、これは、えー、このパラメータで指定された時刻、えー、この例でいうと06時10分から07時10分までの間、えー、この時間帯に まあ、10分単位で指定するんですけれども、この時間帯に件数が全くゼロだった場合に、えー、と通知が来ると、えー、上のレポートの、えー、時刻にかかわらず、この時間帯に件数がゼロであった場合は、えー、通知が来るような指定ということになります。えー、つまりこの、例えばこの時間帯必ずいるということがわかっている、まあ、例えば朝起きた直後ですとか、えー、その時には絶対件数が と、えー、ということはあ,りませんありませんので、えー、そういう時間帯を指定すると。えー、そうすると、この例でいくと7時30分に0、えー、だったら7時30分に通知が来るということになります。これも、えー、先ほどのレポートと同じように複数議を指定することができます。で最後のこの EXP なんですけれども、これはまあ除外ですね。上のこのアラートの除外という意味で、例えば、あのー、旅行に行くことが分かっているというような 場合にはここに日付を、まあ、未来の日付を入れておけばあ不用意にアラートが飛んでくることはありません、えーまあ、こ,の時間この日付で指定された日付であれば、えー、この上のアラートの時間帯ですね件数がゼロであっても土、えー、が飛んでこないというふうになっています続いて Google クラウドプラットフォームにアクセスをして、えー、プロジェクトを作成します コンソール .cloud.google.com にアクセスして、えー、Google の ID でログインします、えー。そしてプロジェクトを作るんですけれども、えー、こちらのナビゲーションメニューから、えー、と IAM と管理のリソースの管理で、えー、とリソース、まあ、登録されているプロジェクト一覧を表示することもできますし、まあここのですね、えー、と上に出ているプロジェクトですね。 今、ウォッチオーバープロジェクトもちょっと作ってあるんですけれども、えー、新たに作ろうかと思います。ここをクリックすると、まあ、このプロジェクトの選択というのが出てきて、えー、右上に新しいプロジェクトっていうのを押せますので、えー、ここで新しいプロジェクトを作ります。ちょっと今、て、えー、仮に作ってみたいと思います、えー。新しいプロジェクトをクリックします、えー。そうしますとですね、新しいプロジェクトという,ということで、えー、っと、 残りのプロジェクトですね。で、ここにプロジェクト名のところに、えー、プロジェクトを入れます、えー。ウォッチオーバーのテストで、ちょっと仮に、えっ、ー、と、テストと、WO テストというふうな、えー、プロジェクト名を作る,、えー、作るかと思います。えー、そして、このプロジェクト ID はの、後で先行することできませんということなんですけれども、自動的に、えっ、ー、と、 あの設定されてしまいまいすですので、ここで編集ボタンを押すと、えー、プロジェクト ID が編集できますので、例えば WO テストの、えー、2020-0130などというふうに、えーと、2の番号を振ることができます。えー、そして、この場所の場合は、普通の、えー、と Google の ID の場合は組織なしだと思います。えー、ここで、えー、この作成ボタンをクリックします。 えー、そうするとですね、プロジェクト作成されるので、えっ、ー、と、あ今、作成中ですね。あえっ、ー、と、作成、えーえー、プロジェクト WO テストが作成されましたので、こちらのプルダウンからですね、えー、と今、一番上ですね、WO テストが、えー、作成されましたので、えー、選択をします。えー、そうすると、これ、えー、今、プロジェクトが作成されました。 続いてですね、えっ、ー、と、Google の、えー、と API ライブラリの、えーのシートとドライブかなを割り当てたいと思いますので、えー、API とサービスの方に移動します。えー、そしてですね、えっ、ー、と、ここの上のですね、プラス API とサービスを有効化というのがありますので、えー、ここの a、えー API のサービスを有そしてですね、えーとシート、シートでいけるかな。あ、シートで検索しますと、Google シート API というのが表示されますので、えー、この Google シー e e API をクリックします。えー、そしてここで、えー、有効にするボタンですね、有効にするボタンを押すと、この w o テストというプロジェクトに対して、えー、Google s h e ートの API が有効化されます。 はい。えっ、ー、と、API が有効化されました。えー、続いてですね、えっ、ー、と、もう、えっ、ー、と、あとは Google のドックですかね。えっ、ー、と、同じく API のかなえっ、ー、と、ドライブか。ドライブをけ、ドライブで検索。あ、ここではないですね。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、API をもう一つ有効化したいので、えー 上の API とサービスをクリックして、またプラス API とサービスを有効化をクリックします、えー。そして検索のところで、ドライブで検索すると、あ、ありますね、Google ドライブ API があり、ま、出てきますので、これを同じく有効化します。有効化ボタンをクリックと。はい、えー、これで WO テストに対して、 Google Drive API と Google Sheet API が2つが有効化された状態になります。追加された API を見てみたいと思います。こちらのナビゲーションメニューから API とサービスのダッシュボードですね。API とサービスのダッシュボードをクリックします。そうするとダッシュボードにえー行きまして、ここの辺のこの辺ですね。 この辺で先ほど追加した Google ドライブの API ですとか、シートの API が追加されています。シート、あ、これですね。シートの API などが追加されています。続いてですね、この w テストに対して認証していきたいので、えー、と同じく API とサービスの認証情報ですね。認証情報をクリックします。 そうすると、API とサービスの認証情報で、えー上にえー、と一番上に、えー、とプラス認証情報を作成というふうになのがありますので、認証情報を作成ボタンをクリックします。そうすると、ですね、えーと、4種類の、えー、作成がクリックできるんですけれども、えー、この,上,の、えー、上から3つ目、ですね、サービスアカウント、えー、の認証情報を作りたいと思いますので、サービスアカウントをクリックします。 そうするとですね、サービスアカウントの紹介ということで、サービスアカウント名、これは、えっ、ー、と、アカウント名、wotest の、えー、仮に、えっ、ー、と、acc としときましょうか。えー、というふうにします。えー、そうすると、このサービスアカウント ID というのが、自動的に下に、えー、と作成されます。同じアカウント名と同じですね、wotestacc、アットマーク、wotest、うんぬんかんぬんというのができます。 えー、そしてサービスアカウントの説明、これはまあ、入れなく、えー、どちらでもいいすがまあ一応 WO、えー、テスト等入れておきます。えー、そしてこの下の、えー、作成ボタンですね、作成ボタンをクリックします。 そうすると、作成、サービスアカウントが作成されましたと。この辺ちょっとその今までと若干ユーザーインターフェースが違ってますね。でそして、この役割を選択のところで、プロジェクトの、まあ今回、その編集、Google シートを見るだけで、編集する必要がありませんので、この参照者でいいですね。プロジェクトの参照者をクリックします。その、この条件を追加って何んかね。えーと はこれはこのままでいいと思います。えー、そしてですね、えー、と参照者にしたところで、ここの続行ボタンですね、その続行ボタンをクリックします。えー、そうすると今、ポリシーが、えー、を更新しましたということで、えっ、ー、と、ここで今、アクセス権を付与というふうになってますね。で、最後にこのキーの作成ですね。今までとこれちょっと画面、若干画面が変わりましたね。 えと秘密鍵を含む、えー、ファイルをダウンロードします。この鍵を紛失すると複合できなくなるため、大切に保管してくださいということで、えーと、ここで秘密鍵の方を作成しますので、このプラスのキーを作成ボタンをクリックをします。えー、そうすると右側にですね、えー、とキーのタイプ、JSON 形式と、まあ、P12 ってありますけど、この JSON 形式の方でいいと思います、えー。JSON 形式で作成ボタンをクリックします。 はい、えー、そうするとですね、えー、と今、えー、とファイル、えー、JSON 形式のキーが作成されましたので、まあ、これはパソコンのどこか適当なところに保存をします。えー、保存をして、えー、閉じるボタンを押して、えー、閉じるとううにします。 えー、そしてですね、えー、と下に行きまして、今ここでもキーが発行されてますね。えーまあ、このキーはちょっとテストで、えー、後で消しておきますので、無効になりますけれども、えーまあ、このキーが発行されたので、一番下の完了ボタンを押して、えー、完了ボタンを押します。以上でですね、えー、Google クラウドプラットフォーム側の設定は、操作は以上になります。こちらがこちらのファイルが、 先ほどダウンロードした秘密鍵になります、えー、そしてですねこの辺のがプライベートキーですねこちらがプライベートキーになりますでこのファイル自体はプログラムの方で使いますので プログラム配下に CERT、サーチフィケーションの CERT ですね、というディレクトリを作って、その配下にコピーしておきます。で、それとは別にですね、今この Google シートに対してアクセス権をつける必要がありますので、共有設定ですね、ここの7行目のクライアント E メールの E メール欄ですね、wotestacc.com、うんぬんかんぬん、ここの部分をですね、 えーとまずコピーをして、えー、取っておいてこの ID を、えー、シートに対して共有設定をしていきます、えー、そしたら最初の Google シートに戻ってですね右上の共有ボタンをクリックします。 えー、そして、ここの名前とユーザーのところに、えー、先ほどの E メールアドレスを貼り付けてですね、こちら今、編集権限なので、閲覧者ですね、閲覧者に変えて、えー、ここで送信ボタンを、えー、押すことによって、先ほどのアカウントが、でこの,あのシートを参照することができるようになります。送信ボタンを押します。続いて、ラズパイの方に、 Google スプレッドシートにアクセスするためのモジュール必要なモジュールをインストールしていきたいと思います。えー、PIP さんのインストインスト,ールインストールの、えー、と G スプレッドを、えー、インストールします。 えー、ちょっとラズパイゼロで遅かった時間かかりましたけど、インストールが無事に終了しました。えー、続いてですね、えー、と認証関係の、えー、OOS ですね、OOS の、えー、関係の,のクライアントですね、をインストールしたいと思います。 えー、ちょっと時間がかかりましたけれども OOS2.0 関係のモジュールがインストールできましたこれでラズベリーパイから Google シートにアクセスできるアクセスする準備が整いました続いてラズパイから LINE にメッセージを送るための通知を送るための設定をしていきたいと思います LINE、えー、はですね、LINENotify というところから、えー、自分の LINE にメッセージを送るようになります。えー、ですので、まず LINENotify にログインをします。えー、notify-bot.line.me というので、えー、ログインをします。えー、そしてですね、LINENotify、えー、にログインをしたらですね、この上の ID のところで、マイページに移動します。 そうすると、で、まあ、に連携中サービスということで2つ、えー、起動し,、えー、しているんですけれどもあ連携をしているんですけれどもこの下の方に行きましてックストークンの発行ですね開発者向けということでこのトークンを発行するというボタンを、えー、押します。 えー、そうしますと、ここでトークン名を入れてくださいということなので、まあ、通知の際に表示されますということで、えーまあ、例えば、えー、見守りテストというふうに、えー、発行したいと思います。えー、そしてですね、えー、と下にどういうふうに通知を受け取るか、えー、と通知を送信するトークンルームを選択してくださいと出てますので、えー、自分を選んで1対1で l i n e n o t i f y から通知を受け取ると。 いうのを、えー、選択をして、えー、この下の発行するボタンですね。発行するボタンを、えー、クリックします。えー、そうすると、発行したトークンはこちらですということで、まあ、これも、えー、と後で消すので、えーまあ、すぐ無効になってしまうんですけれども、えー、ここでトークンが発行されますので、ね、この発行したトークンを、えー、とコ,ピコピペをしてですね、とえー、コピペをして、えー、と控えておきます。 何らかのテキストファイルとかに、えっ、ー、と、控えておいてください。えー、そして、えっ、ー、と、コピーをしたら、えっ、ー、と、これを閉じるということで、えー、閉じますと、えー、一番今、この一番上ですね、一番上に、えっ、ー、と、見守りテストから自分へというふうな、えー、連携が、サービスが連携されました。えー、LINE の設定は以上になります。 最後に、えー、ラズパイに必要な、えーうん、必要なモジュールを追加に追加でインストールしていきたいと思います。えー、まずインストールしたいのはですね MQTT というプロトコルなんですけれども、あのーえー、ラズパイと AWS IoT コアは MQTT というプロトコルでやり取りをします。MQTT というのはですね、IoT 用の、まあ、プロトコルでして、HTTP とかに比べて約10分の1の、まあ、トラフィック量だったりとか、まあ、あと省電力であるというふうに言われていますえ。ですので、まあ、電力事情があんまり良くない あのまあああのあまり大きな容量を送る必要がないような IoT 機器が、えー、専用にやり取りをするプロトコルということですね。で、えー、っと、i n ス、あ、間違えた、えー、っと、インストールの、えっ、ー、p i p んですね、p i p さんのインストールの、えー、っと、いくつかラズパイ上で動く MQTT のプロトコルあるんですけれども、えー、以前使ったことがあるパフォ o m q t t ですね、これをインストールしていきたいと思います。えー、っと、パスワードを入れなきゃいけないですね。えー、っと、はい、えー、サクセスフリーインストール出ましたので、インストールがうまくいきました。続いてですね、 同じく、えっ、ー、と、パンダスという、えっ、ー、と、まあ、データ解析用の、あの、モジュールなんですけれども、まあ、今回直近24時間を絞り込んだりとか、えー、そういう時に、まあ、えっ、ー、と、パンダスが非常に使いやすかったので、えー、それをインストールしたいと思います。インストールの Python3 の なんですねでこれあの PIP3 でインストールとですね依存関係でまあ問題が出るという記事もちょっと見かけたので apt-get でインストールしてみます。 はい、時間がかかりましたけどインストールが終わりました。以上でですね、ラズパイ周りの事前設定は終わりになります。えー、次回以降、AWS IoT Core や DynamoDB の設定を行っていきたいと思います。ありがとうございました。